ハーレーダビッドソン倉敷の亀田です。今回はこちらの車両 RH975S ナイトスタースペシャルのカスタム企画となります。お客様よりこちらのバイクを最高にかっこいい1台に仕上げてほしいということで、オーダーいただきました。外観が恐ろしく変わるカスタム、そして乗りやすくといったところで進めていきたいと思います。今回取り付けしていく部品がこちらです。結構ねありますね。はい、ではまずは木島さんの、50バーハンドルですね。こちらは安定ですね。で、ミラーも、変えてハンドルミラーに変えていきたいと思います。でエンジン周りと、フットコントロール、まあ、グリップもそうなんですけどコントロール周りはハーレーダビッドソン純正の66コレクションです。66コレクションをねフルでコンプリートしていきたいと思います。でタンクメダリオンとかカムスプロケットメダリオン、タイマーメダリオン、クラッチメダリオンで、オルタネータープラグカバーということで一式変えていくのと、あとは、グリップとシフターペグで、フットペグが前、こちらねパッセンジャーもなんで前後ろ、あとはブレーキアームを変えて、ブレーキペダルパッドも、つけていきたいと思います。はい、で次に、インフィニティさんのサイドナンバーキットにサイドナンバーにして、で、ウィンカーですね。ウィンカーやテールランプはちょっと変えちゃうんですけど、この辺ねグッズさんの商品ですね。フロントウィンカーステー、リアウィンカーステーとでウィンカー、あとはちょっとブレーキランプはフェンダーに貼り付けタイプですね。で、ヘッドライト周りも雰囲気変えていきたいと思います。はい、ヘッドライトはちょっとビキニカールを外してスッキリとした感じにしようと思います。でフォークブーツも、はめてブラックアウトスタイルですね。でサンダーバイクさんのフロントロアリングキットをはめて、あとはオーリンズのリアサスペンションも装着していきます。こちらトライゼさんがオリジナルでローダウン仕様にしているものですね。前後ローダウンされるので低さが強調されてロー&ロング効果が期待できます。中でもちょっと気になっているのがこちらグッズさんのシフトチェンジアシストっていうのがありまして、ギアのね操作が軽くなるみたいなんですよね。ちょっとねこれ実際につけたらちょっとインプレッションしていきたいなと思います。であとは、ハンドル周りにもねちょっとこうツーリングに必須な部品として、まあ、USB だとか、スマホホルダーですね。で最近まあ多いのが、バイブレーションコントロールデバイスということで、まあ、振動からねスマホを守ってくれるためのオプションがありますので、まあ、このあたりもね、ちょっとつけていきたいなと思います。今回取り付けしていく部品は以上となります。今現在存在するナイトスタースペシャルの中でもう一番かっこいいナイトスタースペシャルが仕上がっていくと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。以上、亀チャンネルでした。